新ストーリーイベント特集コーナー。はい、このコーナーでは新たに開催予定の新ストーリーイベント情報を特集でお送りします。柿沼さん、お願いします。お願いします。はい、今回もですね、ツイッターで、予告動画を公開させていただいておりましたけれども、はい、うん、次回のストーリーイベント発表したいと思います。はい、はい、では、次回のストーリーイベント、 That Day's Friend、 こちらのプロモーションムービーをご覧ください。物には触れられなくて、私の声は皆さんに届かない。これって私幽体離脱しちゃってます。私が見えるんですか？幽霊ってこんな気分なのかな。誰にも相手にされなくて、寂しくて、心細くて。一つ分かったことがあります。私の霊力がかなり弱っています。私の左目、ちょっと色が変わっているんです。その目を好きって言ってくれました。あやめちゃんが私を救ってくれたんです。なのに私はあやめちゃんを拒絶してしまいました。あの時のあやめちゃんの顔が忘れられません。深淵を滑る呼吸ガスの鎖を、とこしえに暗く降臨。私のこと見えてる？なんかわかんねえけど、ここを守らなきゃいけない気がしたにゃ。まるで壊れた祠を守ってるみたいじゃん。今悪霊に対処できるのは私だけですから。コシュ、コシュ、私絶対に忘れないよ。いやー見ちゃいましたね。ちょっとコージュが可愛いしかっこよすぎて、もうちょっと、わーなんてドキドキしちゃった。リアクションもありましたけれども、そしてなんかちょっと新しいこうなんていうか動作というか、ギミックがね、また入ってて、いやちょっと早く遊びたくなる PV でした。はい、いやちょっと早く遊びたいんですけど。はい、どうにかなりませんか。そうですね、今日はですね、ちょっといつものストーリーだけじゃなくて、そのまあゲームの操作というかね、フィールドでもですね、ぜひちょっと皆さんにお見せしたいのがあるので、ちょっとですね、追って、はい、ぜひ前川さんには少しだけプレイをしていただければと思います。久々の前川実機プレイさせていただきます、はい、よろしくお願いします。はい、ということでスライドお願いします。お願いします。はい、改めまして、明日10月31日、明日ではない、ね、明日ではないですね、はい、結構数日後、10月31日の、11時より、ヒーラーイコゼが活躍する新ストーリーイベント、はい、That Day's Friendが開催となります。でプレイ条件なんですけど、こちらですね、メインストーリーの第2章クリアとなっております。はい、はい、では次のスライドお願いします。お願いします。はい、そしてですね、さっき PV の中でもちょっと出てきましたけれども、スコアタックところで、はい、こちらですね、今回のイベントボスが登場する第11回の、スコアタック開催されます。こちら開催期間は10月30日の11時から、11月30日の10時59分までとなっております。はい、気になるシルエットです。はい、はい、これ僕10月30、これ多分一緒の31日ですかね。はい、あ、そうですね、はい、31、はい、はい、10月31日の11時から、はい、はい、イベントスコアアタック、はい、楽しんでください。はい、そしてですね、これもちょっとですね、ぜひお見せしたいところで、はい、今回のイベント交換所に登場する、まあ、キャラクターですね、はい、うん、こちらになります。はい、かわいい、かわいい、はい、ため息出ちゃうわ。はい、いや
しい。やばいね。あれ、お目々両方開いてるね、普段閉じてる方も。うん、やばい、この下、下ペロ、下ペロ、かわいすぎる。あざと女子白子出てきてるねえ、かわいい。だって、いや、イラスト人権ですわこれ。ねえ、ちょっとあのこのお手手をさ、こうやってクロスしてるのちょっと、ね、いいし、ちょっと傾けて、うん、めっちゃ笑顔なのもいいし、ね、もう触りたい、撫でたい。めっちゃかわいい、ほんとに眺めてたい。かわいすぎる。はい、こちらですね、ストーリーイベント That Day's Friend の、まあ、期間、同期間の開催中のスコアタックで獲得することができる、交換状メダルですね、こちら集めていただいて、スタイル S リラックスサイン100個と、交換することができます。かわいいよ。はい、スキルなどは後ほどご紹介します。はい、はい、ずっと見てられるねこれ。リラックスサインの100個ってなんかね、すべてがなんか可愛かった。可愛い、タイトルも可愛かったです。はい、はい、そしてですね、気になるピックアッププラチナガチャにはこちらの2人が登場しますと。お二人です。いうところで2人です。2人です。2人。はい、じゃあ決まったところで、はい、決まった。動画をご覧ください。はい、お願いします。深淵を滑る呼吸突の鎖よ、無駄に綺麗な星空だな。最後がこんな夜もよかろう。はい、ということで今回ですね、ピックアッププラチナガチャには、SS 襲撃のフォ、ナイトフォール、うん、こちらからですね、ヒイラギ小杖と、あと SS、こちらですね、空の探求星の原陽樋口聖果が、それぞれ新衣装ですね、登場となりますと、うん、はい、ところで早速、スライド見ていきましょう。はい、はい、わ、いやー、これめちゃくちゃ良くないですか。今日こんな近くで見れちゃう。ちょっと一人一人モニターが1個用意されてるので、え、やばい。ちょっとマミシ特筆すべきところはありますでしょうか。めっちゃありますよ。いいですか、ちょっとまた有識者の方に。ちょっとこの肩甲骨、あー、そこに目をつけましたか。やはりお目が高い。健康な肩甲骨を感じますよね。健康な肩甲骨。そう、ちょっと美しいもんね、このなんか曲線美というか。そう、いや、そして目もさ、なんかすごい動画内でもこう、燃えてる感じだったじゃない、若干こう12秒っぽさもあり、そういうかっこよさもある、ちょっとなんかハロウィン感もある。セラフやばくないですか、マジで。かっこいい、めっちゃかっこいい。なんかデザインもね、この赤っぽい感じで、ね、しかも破れてる感じのスカートね、もしかも、ね、そのね、破れてるスカートから覗くさ、うん、分かる、破れてるタイツ、うん、あ、じゃあもう目が高い。やっぱそこにね、そう、やっぱ注目が足にいっちゃう。あ、なんか柿沼さん静かですね。まあ、そうですね。柿沼さんは言及できず。いや、本当ですか。じゃあ、すごい共感いただけるところ、うん、指先、あ、指先ね、かっこいいよね、この最後のこう、そうそうそう、動きのあるこういう感じのね、指先めちゃくちゃ綺麗で、指綺麗ですよね。あ、指は綺麗。よかった、共感していただけて。指綺麗ですね、はい。リボンも可愛いでございますね。さあ、そしてそして、うん、続きまして、いやこれいいよね。いい、こっち見てるもん。この横顔をなかなか見れなかったというか、この髪飾りもさ、ちょっと揺れてるんだよ。そう、いや、チャイナで来るとは。この、樋口の普段のこのお団子ヘアをうまくこう生かしてるね。生かしてこのチャイナですよ。この画像からだとあんまりわからないんですけど、うん、さっきの、まあ、いわゆるガチャ演出とか、うんうん、スキルの時のあれの時に両足の網タイツと、うん、あ、タイツ、黒タイツだった。アシンメトリーだったよね。そう、気づきました皆さん。もうユリナ見逃さないね。いや、もう
足って思って見てました足と思ったんだね。それにやっぱこのなんていうの、胸元のさ、この絶対領域三角の、ちょっと今ねこういうの流行ってるしね、おしゃれだよ。しかも私は手袋です。ね、私は手袋黒だよ、黒の。いやこれすごいかっこいいですよね。はい、かけなさん極力文字数を少なくしている面白いですけれども、このね、なんていうの、星のさ、何でしたっけ、星の原用ですね。この星の感じ分かりますかね、宇宙みたいな、上の左、上らへんとか周りの左下とか結構ね、もうキラキラキラ、その名の通りのあれがあるなと思いましたね。いや本当に素晴らしい、ありがとうございます。早くじっくり見れました。はい、よかったです。戦闘中も見てみたいです。はい、はい、ではでは、それではですね、柿沼さんよりスキルの紹介を実機でお願いできればと思います。はい、ね、私はこちらが役割ですから、はい、よろしくお願いします。スキルお仕事をお願いいたします。お願いします。はい、では、はい、移していただいて、はい、今日はこんなパーティーでやっていければですけど、私たちの放送中にあのカードを、はい、そうですね、あのメタルカードの開けたやつを片付けてます。あの机にいっぱい広げちゃったんでちょっとずつ片付けています。はい、あではですね、はい、スキルをご紹介していければですけれども、はい、このですねフリージングスペルというヒーラーですね。はい、うん、はい、こちらですね、敵を脆弱状態にし、うんうん、はい、その状態で攻撃をすると、はい、となりますので、この、まあ、氷でやったりとか、うんうん、はい、っていうので、そうですね、かつ SP も結構14で単体の、ね、そうなんですよ、攻撃するの で、ね、うまくですね、いろいろこう乗せていただけると、はい、うんうん、結構活躍、いやー脆弱をかけた上でかなり強い攻撃ができる、はい、はい、もうこれ単体でそういう状態になりますので、うんうん、さらにですね、あのバフかけていただいたりとか、うんうん、まあ、氷属性のフィールド展開いただいたりとか、いやより、ね、はい、火力出ますよね、そしたら、はい、いや最後にちょっともう最後の一撃をこう小でいけそうですね。確かに確かに、この感じだと、あ、みんなもコメントの皆さんも脆弱嬉しいみたいなね、はい、ね、そうで、あの役がですね、この下とですね、カースサイズというですね、うん、はい、スキルがありまして、これですね、まあ、攻撃しつつですね2ターン役状態にするという、まあ、役は最近あの紹介させていただいた、ね、そうですね、桐生先輩の時とかね、はい、ありましたけど、はい、ですね、うん、この2つのスキルを持っていると、はい、なんか補充らしい感じのスキルとなっております。すごい、うん、はい、いいですね、いいですね、はい、で続き樋口なんですけれども、これですね、アブソリュートフェノメノンですね、はい、こちらですね、まあ、星の輝きがというところで味方単体を導き、こちらですね、いくつかちょっとあるんですけど、スキル攻撃力、そしてクリティカル率、そしてクリティカルダメージを、上げまして、ね、まあ、さらにちょっと DPM を回復させると、ちょっとなんかもう、はい、簡単の声が上がってますけれども、すごい、釘付けですもん、会場の皆さん、うん、これもね、結構 SP も9で使えるというところで、使いやすいですね、はい、うまく組み合わせて使っていただけるといいのかな、こちらはあの単体、味方単体ってことですよね、はい、だから1人選べるってこと、選べます、はい、あのこのスキルを選んでいただいた後にどのキャラに、うん、はい、当てるかっていう、うんうんうん、いやすごい、しかもね、フィルエンハンスとかも、フィルエンハンスもね、引っ下げてきましたよ、はい、うん、はい、ここで、すごい、はい、強いな、さすが樋口というちょっともう、ね、かなり強いと皆さんびっくりしてますけど、はい、うん、このあたりはちょっと実機プレイでも、はい、うん、ワクワク使っていければと思います。ボス戦とかでいてくれたらめちゃくちゃ、ね、めちゃくちゃ助かるんだと思いますよ、はい、うん、では、スキルの紹介スライドを見ていきましょう。お願いします、うん、こちら、はい、こちらですね、ヒイラギのステータスとスキル詳細、そしてパッシブスキルとなっております、うん、はい、次お願いします。続きます。はい、でこちら樋口のステータスとスキル詳細、そして、パッシブスキルとなっております。はい、はい、で、こちらが白子ですね、はい、はい、スキルはですねイノセンスと、うん、ところで、はい、防御力を犠牲に渾身の力を込めて全体を、爪で切りつけると、はい、いうようなスキルになっております。はい、はい、ありが
とうございます。いやー欲しいな。いや結構ねワクワクする性能でございますので、いやちょっと引きたいな。ぜひねこのまま実機の方で柿沼さんに説明していただきながら見ていただければと思います、はい、お願いします。はい、では、今日はですねベルクノッカーレベル10というので、このパーティーで戦っていければと思いますので、はい、準備は大丈夫です。あらあら、はい、いますね2人がね、うん、では行きます。はい、お願いします。さあどんな感じになるのか。おね、プリズムバトルでお世話になっております。今日も元気に、はい、今日も元気に出てくのか。キャンサー前顔グーなの、グーがいいんじゃないですか。なんか、なんだろう、このチューリップみたいな手はどうしたらいいの。チューリップだいぶ逆さチューリップみたいな。そう、なんかファンシー。ぜひね、新衣装も見ていただいて、はい、あ、そうですよね。あ、ごめんなさい、新衣装すべきはキャンサー、はい、キャンサーも大事なんですけど、新衣装ですからね、はい、後ろ姿はこんな感じになってるんですけど、はい、目の付けどころがおかしかったです、すみません。しかも新顔でもないのにね。本当ですよ、いつも見てる。はい、じゃあまずは、はい、攻撃をしていきます。はい、お願いします。後ろ姿はめっちゃ可愛いね、リボン、リボンが大きくてなんかドレスみたい、ウェディングドレスみたい。どうぞ。で、一回全員です、入れ替え。はい、はい、で、攻撃をしていきます。ママに滅ぼされるわけにはいかない。で、次がですね、はい、石で、フィルエンハンスで全体のスキル攻撃を上げていきます。上げていきましょう。あとが、はい、フィルリカバーで回復もしていきましょう。テーピング巻きますか。フッジョブだ、みんな頑張るすよ。頑張っちゃいますね。落ち着いていきましょう。で、ここで一度ですね、はい、サツキのダイヤモンドダストで、氷の、そうなんですよ、うん、やっていきたいのでやっていきます、はい、はい、いや氷かそうな。でもね、普段のサツキに結構お世話になってますよね、うん、そうなんですよ、私結構氷キャラが多く揃っていて、うん、結構組み合わせて強そうだなと思いますね、はい、で、もうですね、ここから攻めていきたいと思います。はい、お願いします。はい、この3人さあ、もう行く、はい、結構あれですね、ターン数も今5ターン目だから、うん、まだ、そうですね、まだ全然ターン自身も結構まだ TP も残ってますし、だいぶ、はい、うん、今回はね、うん、ドキドキ、はい、まずですね、このフリージングスペルと、うんうん、いうところで敵を脆弱状態にして、うんうん、霊気をまとい石刃で切り刻むと、うんうん、とこでちょうどですね、フィールドも氷属性貼られていて、はい、氷属性使っていきます。はい、フリージングスペル使って、で、次樋口なんですが、このアブソリュートフェノメノ、はい、はい、これでスキル攻撃力、うん、クリティカル率、うん、でクリティカルダメージを上げると、うん、そこで DP も回復させますけれども、うん、これですね、クリティカルダメージを上げるっていうのは、まあ、初めてですね。あ、はい、はい、あのクリティカル率はありましたもんね。そうです、まあ、桜庭とかあったりするんですけれども、うんうんうん、でこれですね、押していただくと、はい、この通りですね、対象選択と全員の中から、はい、あるので、はい、まあ、当然ヒイラギかけていきましょうというので、はい、押すとこうなるというところなんですけれども、はい、こちらですね、ちょっと改めて一応注意点なんですけれども、はい、スキル攻撃力の方は、はい、当然スキルにかかるので、で1回ですね、はい、スキルが使われるまで付与されるんですけど、うんうん、このですね、クリティカル率とクリティカルダメージとかですね、はい、クリティカルに関してはですね、通常攻撃でも消費をされると、なるほど、あくまでスキルではなくて次の、普通の攻撃になるので、うんうん、はい、ちょっとここは工夫が必要というか、はい、そのまま例えば、ね、バフだったらバフかけて、うんうん、で他のキャラは通常攻撃して SP 貯めとこうみたいなのあると思うんですけど、そうするとですね、クリティカルの方は使われてしまうので、うん、そこはちょっと、うまくですね、同じターンに、まあ、今回でいうと、うん、そのままフリージングやりますけれども、はい、同じターンで使うか、もしくは、攻撃しないようなスキルですね、はい、まあ、回復だったり、あ、はい、そういうところだったら、次に、まあ、使えますので、使ったら
なくなる攻撃、通常だろうがスキル攻撃にしたろうが使ったらなくなるけれども、はい、攻撃系のスキルだったり通常攻撃をしなければいいという、うん、そうですね、形ですね。ターンで消えるともまた違うってことですね、うんうん、そうですね、はい、うんうん、分かりました。はい、で、まあ、生きろということで山は絶対レードはい、これって、はい、もうなんかすごい最後みたいな雰囲気出してるんですけど、はい、これでいけるんですか、これで。これですね、はい、まあ、さっきも結構クリティカルがです、はいはい、大事だったりするんですけど、確かにその出るか出ないかみたいな、はい、これうまく決まると、うん、これ多分あの DP ブレイクだけじゃなくて、うん、その後の HP も全部削る、うん、あの実際ダメージ量でいうと、うん、あのクリティカルがうまく入れば、うん、あのもうこの状態で、一気に13万くらい出たり、エンハンス1つあるので全部がモリモリに乗れば行くかもしれないし、はい、まあ、確率で行かなかった、はい、ちょっと残っちゃったっていう場合もあるけど、まあ、でもこういう位置にしとけば確かに次の山内さんでね、はい、フィニッシュすることが倒せるし、そうですね、このターンで行けるんじゃないっていう、はい、まあ、あとは柿沼さんの運次第だね。やっぱ持ってるから柿沼さんは。どうでしょう、あのそうですね。なんでわざわざここまで説明したかというとですね、だいたい私あの出ない時が多い。はい、まあ記憶にあります文ちゃんの時も結構ねあれでしたもんね。文ちゃんでも逆に珍しいその失敗の方をありましたから、まあ、今回もちょっと期待しつつ、はい、どれぐらいなのか見ていきましょう。ちょい残しありますよ。はい、きます。いけるんですか。はい、お願いします。無駄に綺麗な星空だな。かっこいい。最後のこんな夜もよかろう。かっこいい。深淵の切れる呼吸術に立ち上げる。そこしえに暗く降臨。すげえか。うわあ、14まで来ました。すごい持ってましたね。これもう終わりました。はい、え、気持ちいい。そうなんですよ。え、すごいちょっと心なしかドヤ顔。すごいもう。すいません、ちょっとこういう。いや、今日はすごいクリティカル。今日はすごい。すごい出ました。圧巻でしたね。はい。もうこれはもう本当プレイしたまんまというか。はい、いや、じゃあこの2人プラスこういろんなことをやっていくと、あれだけバッと出ると。すごい。私も5ターンで。やりたいや、うん、DP 削って HP でブンってあれあのちょっと1回止まってブーンって消えるのが気持ちよかった。1回止まるんだよね、うん、いやーめっちゃ気持ちよかったです。これは欲しいですね。なるほどなるほど。いや、はい、魅力伝わりましたね。よかったです。最大限、はい、はい、よかったです。柿沼さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。以上新ストーリーイベント特集でした。